やっとここまで来たかっていう感じですかね。デビューを目指しながら活動をしてたので、やっとこのスタートラインまで来たかっていう感じです。オーブは自分そのものみたいな感じで、かけがえのない存在です。自分の歩む道だったり、自分のこの人生がオーブの歩む道だったり、オーブの人生でイコールで結ばれてるかなっていう。このアーティストとファンの方々っていうのは切っては切り離せない存在だなと思うので、キューブの皆さんはもうオーブの一部みたいな感じですかね。オーブをずっと支えてくれてる存在。なかなかキューブの皆さんに画面越しとかでしかパフォーマンスを伝えられてないので、やっぱ生とこの画面越しっていうのは熱量の伝わり方違うと思うので、僕たちのこの熱い気持ちを伝えたいですね、キューブの皆さんに。オーブとして掲げてるのは武道館で、5年後大きいステージでやりたいですね。もう東京ドームであったり、もう新国立競技場であったり、本当上を目指していきたいです。はい、僕たちオーブついに、デビューをさせていただくことになりました。そうですね、デビューの前から、たくさんの応援本当にありがとうございます。キューブの皆さんをなしにしてオーブは活動できないと思っていますので、本当に愛今までもたくさんもらってますし、これからも、たくさん僕たちのことを、愛してください。そしてその愛に応えられるように、僕たち、精一杯頑張って、幸せにしますので、これからも応援お願いします。